ただいまーとみんなただいまーとみんなとつかもうぜドラゴンボール。そうだよ、今日だよ、そうだよ、そうだよ。なんで俺がこんな興奮してるのかね。夜勤明けでこんなに興奮してるのかって。そうだ、すっかり忘れてた。昨日コミコンがやってまして、そしてドラゴンボールスーパーヒーローの最新情報が、来ました。皆さん PV 見ましたか？見てない方、下の方に概要欄、リンク飛べるやつ、貼っておきますので、ぜひ見てみてください。めちゃくちゃ興奮しますんでね、ドラゴンボールファンは。はい。そしてね、ドラゴンボールのホームページ、公式ホームページの方で、こちらの方にも、新しいね、設定画なども来てますよ。ね、誰の設定画かと思ったら、デンデ、ね、ここに来てデンデが、登場。そして、ブルマさんですね。ドラゴンボールのメインヒロイン、誰っつったらもう、ブルマなんですよ。ね。だから出ないわけにはいかないんですね。新しい声優さんにもなって、結構今回が初めて、もしかしたらちゃんとこう、長いセリフが聞ける、とこになってるんじゃないかなと思いますね。デンデが出てくるのは、ちょっと意外でしたね。もしかしたら意外なキャラってデンデなのか。いやーでも PV 見た限りね、ちょっと違うと思うんですよ。本当に。そして、カリン様。カリン様も出てきますとね。はい。すごいふわふわなね、毛並みと、そして表情がまた可愛いですね。カリン様結構好きなんですよ。はい。じゃあ、ちょっと早速、PV の方ちょっと流していきますんで、皆さんも、ちょっと手元に、この映像をちょっとご覧になってみて、俺と一緒にちょっと、興奮してみてください。なんか言い方おかしいけど。はい。新たな危機が訪れる。なんだこのメガネのやつは。そしてこの目つきの悪いガキはなんだ。すごい、ハンターハンターのね、ミルキーにちょっと似てるなと思ったんですけど。そして何この装置。悟空、ベジータ、魔人ブーのことをなんか映し出してる。そして、このガキンチョが持っていた飲み物のロゴが RR、レッドリボン軍。ね、パンちゃんも出てきて、悟空も出てくる。ピッコロさんになんかレーザービームが、攻撃される。はい、そしてここ、大注目。早すぎて見えなかったと思うんですけど、ブロリーが出てきてます。そう、ブロリーね。ブロリー、ゴーゴーブロリー、ゴーのブロリーですよ。新しい方のブロリー。悟空がやり合っていた。多分地球ではないと思うので、惑星今、ブロリーが、いる惑星に多分悟空が、ね、すぐ悟空ってほら、強いやつとやりたくなるんですよ。自分より強いやつとすぐやりたくなるので、やりたくなるので、絶対ブロリーのところに、また喧嘩売りに行くなっていうか、組手しに行くなとはね、誰もが予想したとこなんですけどね。はい。そして、やっぱ気になるのが、レッドリボン軍のマークね。はい。そしてガキンチョは、間違いなく、今回の、なんでしょう。キーとなる、ポイントの一つですね。はい。そして、2体のマントをつけてた新キャラの名前も今回、出ました。その名もガンマ1号とガンマ2号ですね。どんな活躍するのかちょっと気になります。はい。そして、ここにもあるように、活躍すると断言されたキャラクターがいます。映像内でも、活躍の片鱗が見られたピッコロとパン。つまり今回意外なキャラクターというのはピッコロとパンなのかもしれませんし、ちょっと最後の機械の方に、ちらっと出てきたのが、悟空、ベジータ、魔人ブーの最後のところに、映し出されてたのがミスターサタンなんですよね。ミスターサタンも、映し出されてたので、映像がね。はい。なので、ミスターサタンももしかしたら出てくる。じゃないのかなと思いますね。はい。だから、やっぱ俺が意外だなって思ったのは、やっぱミスターサタンだと思うので、ここはミスターサタン、パン、ピッコロがめちゃくちゃ活躍するんじゃないかなと思ってますね。そしてね、声優を務めます野沢雅子さんと、古川さんの、メッセージが、来ておりましてね。はい。まずはピッコロは今回結構出番が多いということが一つ挙げられますね。特にパンちゃんとの絡みがですね、まるで孫を可愛がっているおじいちゃんみたいになってますよね。悟空のちょっと立ち位置奪ってますよね、ピッコロ。まあでも、ほら、赤ん坊の頃にこう、なんだろう、乗ってた、こう、揺らす、寝るとこあるじゃないですか。あれをこう、足でこう、グーグーグーとかやってたり、まあちょっとお世話になってるじゃん。で、まあもうピッコロの、もうピッコロさんもう悟空ファミリーの一員と言っても過言じゃないですかね。なんでしょう、第二の父親みたいなもんじゃないですかね。悟空が死んでた頃に修行をつけたり、まあいろいろすごい仲良しでね。はい。もう第二の、もう父親となってますんで、あ、ごめんなさい。第2の父親、ミスターサタンか。第3の父親なんじゃないかなって、ピッコロさんは、そう思ってますんで。はい。まあ、孫ですよね。まあ、ピッコロさんからしたら孫ですよ、パンちゃんは。はい。で、気になったのが、今度は師匠のようになったりと、とにかく演じていて楽しかったと。ね。パンちゃんがちょっとこう、格闘技する、場面が、この、さっきの映像で見受けられたんですけど、なんと悟空じゃなくて、ピッコロが修行をつけているね、親子ともどもご飯とパンを鍛え上げたのが、このピッコロさんになるのみたいな。ね。だって、ドラゴンボールの、ね、ドラゴンボール Z の最終回で、パンちゃんに修行をつけてたと思っていたのは、悟空なんですよ。ね。地球儀してきたよ、おじいちゃんってね。おー、もうかーつって。ね、修行つけてたのは悟空じゃなかったの？え、ピッコロさんだったの？みたいなね。ここでちょっと、ファンとしては度肝を抜かれましたね。意外ですよ、ここは。ちょっと意外ですね。野沢雅子さんは、新しい映画のドラゴンボール、スーパーヒーローは世界中のドラゴンボールファンの皆さんがきっと期待をはるかに超える作品になっているので、ぜひぜひ完成を楽しみに待っていてくださいね。絶対見てくれよな。楽しみにしててくれよって。ね。はい。ごめんなさい、悟空の声が出なくてね。はい。めちゃくちゃ、はい。そしてこの一番下の方に行くと、ファンの皆さんの質問に回答とあります。はい。まずは、アニメドラゴンボールスーパーは原作ドラゴンボールの最終回へ繋がっていく物語とのことですが、今回の映画も原作ドラゴンボールの最終回へ繋がっていく延長線上の作品なのでしょうか。これはもうみんなやっぱ気になるよね。はい。鳥山先生の原作ドラゴンボールが大好きなので、そこへ繋がる物語だと嬉しいですってね、質問してくれた方がいるんですけど、はい。で、伊能さん曰く、あ、ごめんなさい、名前間違えたよ、ごめんなさい。伊能さん曰く、ドラゴンボールスーパーは、原作ドラゴンボールの最後、すなわち悟空たちが魔人ブーと戦った後の10年間のお話で、鳥山先生が自ら作られていますし、ドラゴンボールへ繋がっていますとね。はい。まあ、当然、ここでも確約されたわけですよ。ね。最後の第28回天下一武道会に繋がっていると、ことはもう間違いないとね。はい。質問は続きます。この映画はどの時系設定でしょうか？今やってるグラノラ編の後でも、第28回天下一武道会の前あたりでしょうか？ね。こちらも気になりますよ。はい。で、伊能さんはね、グラノラ編は現在連載中なので、種明かしは避けますが、今回の新作映画については、ブロリーの映画の後、第28回天下一武道会の前のお話ということで。まあ、とりあえず、グラノラは、そのブロリーの後なんですね。で、その後に多分天下一武道会が来るので、まあ、ブロリーが終わった後のここなのか、それともグラノラが終わった後なのか前なのかっていうのがちょっと、まあ、多分俺グラノラが前かなと思うんですよね。まあ、確証とか、ないんですけど、なんかそんな感じがしますね。あ、でももしかしたら、いや、わかんないよ。ここはもうわかんないんで、もう素直に待っておきましょう。グラノラが終わった後は、もしか映画がね、こう最後に、この映画の最後にもしかしたらグラノラ編、アニメ化決定とか来たらもう最高じゃないですかね。はい。それがちょっと一番俺の、今のちょっとごめんなさい、ドラゴンボールにお願いしたいことなんですけど、はい。ね。ちょっとごめんなさい、今日テンション高いですけどね。はい。とても、夜勤明けで残業明けの、テンションではございませんけど、はい。これ、それだけね、それだけドラゴンボールがもう僕の中では特別なんですよ。大好きなんですよね。このね、一個一個の情報がもう俺の血をね、ふつふつとね、沸騰させてくれるわけなんですね。はい。続いての質問。日本、そして、北米でいいんですか？北米での、公開予定を教えてください。林田さん、日本では2022年の公開が決定済みで、北米でもできるだけ早くファンの皆さんに見ていただけるよう、誠意調整中です。まあ、ちょっと難しいと思うけどね、まあ、なんとかなるんじゃない？みんな、やっぱさ、世界中のみんなが、日本だけじゃないよ。ね、俺は日本にいてラッキーだけどさ、もう一番乗りで見に行くからね。まだ具体的な、日程は、答えできませんが、もう少しだけ楽しみに待っていてください。ね。ファンの期待を多分裏切らないと思うので、ぜひね、アメリカ、まあ、外国にいる方も、ね、日本と同じ日にできれば、公開してあげてほしいですね。俺も、元外国人ね、今は日本人なんですけど、元ね、コロンビア人ということで、まあちょっとね、外国の皆さんも、こう待つのはちょっと、もしかしたら、ネットでネタバレ食らうかもしれないからね、早く見たいじゃないですかね。ね、ということで、ちょっと、作ってるね、スタッフさんは大変だと思うんですけど、ね、ちょっとせめて外国の方も同じ日に、公開してあげていただきたいですね。はい。そして、続いて、ピッコロさんの家の住所を教えてほしいです。手紙送りますっていうね、面白いですね。この質問っていうかなんかこう、ね、伊野尾さん。すげえ、本当に住所書いてある。本当に住所、答え来たよ。すげえな、これ。住所はね、サンディエゴコミコンで、あ、違う、あれか。サンディエゴコミコンで紹介したピッコロの家にポストが立っていたんですよね。ピッコロに手紙を書いたら、そのポストに届くんですね。映画の中では、まだいろいろなものが見えますよ。楽しみにしていてほしいということで。まあ、住所はちょっと教えてくれませんでしたけど。てっきりこのサンディエゴコミコンが、ピッコロさんの住んでる家の住所かなと思って、ちょっと、ぬか喜びしてしまったんですけどね。はい。まだいろいろなんかピッコロさんの家が、こう、いろいろ見えてくるということでね。はい。とても楽しみですね。そして、まあ、新ビジュアル。今回の多分ちょっとサムネイルに使わせていただくんですけどね。はい。ね。新キャラクターのガンマ1号、そしてガンマ2号、そしてピッコロと悟空が並んだ新ビジュアルを披露。もうこれはもう完全にピッコロさんですよ。ね。今回はピッコロさんがもう多分一番活躍する。悟空より活躍すると思うよ。だって悟空はもう、ブロリーのとこ遊びに行っちゃってるからね。はい。多分この地球を持ってくれるのはこのピッコロさん、そしてパンちゃんがね、そしてミスターサタンもここに来ていただかないと、多分今回はベジータももしかしたら、今回はお預けかもしれませんね。でも、ちょっと出てきたからね、映像に。で、魔人ブーも出てきたし、まあ、でも、もうピッコロさんが一番活躍するのは、ここでもう確定したんじゃないかなと思いますね。で、悟空は当然出てくるのは当たり前だしね。悟空が出てこない映画はありえませんから、ドラゴンボールで。はい、ということで、いや、楽しみです。マジ楽しみ。やばいっす。マジやばいっす。はい、ということで、めちゃめちゃね、長くなったんですけど、皆さんも、次の情報を楽しみに、そして公開日を楽しみに、待っておりましょう。我がチャンネルもドラゴンボールの動画出しておりますので、ぜひそちらも、ドラゴンボールスーパーのね、V ジャンプの最新話の感想とか、漫画のね、考察とか、まとめとか、まあ、そんなやってないけど、まあ、なんか、今後はやっていきたい。そして、ぜひ、ドラゴンボール好きの方は、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。はい。では、次回の動画も絶対見てくれよ。バイバイ。